広島市が国の史跡に指定するよう求めるのは、平和公園レストハウス、本川小学校平和資料館、旧日本銀行広島支店、袋町小学校平和資料館、中国軍管区司令部跡、多門院鐘楼の6件です。広島市は現在86件を被爆建物として登録していますが、この6件を選んだ理由として、いずれも爆心地から半径 2km の範囲内に位置し、被爆の痕跡がはっきりと確認でき、当時の姿でほぼ同じ場所に現存していることなどを挙げています。被爆建物では原爆ドームが1995年に国の史跡に指定されていますが、これら6件の史跡についても原爆ドーム同様、国の支援を受け、将来にわたり保存・活用していくことが望ましいと判断したということです。広島市は今週中にも文化庁に対し、これら6件を国の史跡に指定するよう求める意見書を提出する方針です。